ああ、オッケー、ただいま、こんばんは、こんばんは、やっほー、ただいま、あはー、こんばんは、山ひよさん、ハート、ありがとう、ただいま、ただいま、今から投稿するね、写真をね、決めてきたの。だからタブレットの方で投稿するけ配信は戻った。ただいまー、みんな早い早い、そんなことはないけど、やっほー、ただいまー、みんな今から投稿するね、ハッシュタグ R1 グランプリ。今の激アツハッシュタグは何なんですか。ハッシュタグ、ハッシュタグがない、もう何ここ、ハッシュタグがないから、ハッシュタグって入れたら出てくるかな。出てこなかった。ただいま、まるさん、マシュマロありがとう。コンビニ早すぎるんよ、コンビニだとしたらないな。ハッシュタグが あったあったあった、ハッシュタグ R1 グランプリ。え、違うんですけどみたいな、ハッシュタグ、あ、うちの、あ、違う違う、普通に普通に違うよみたいな。カウントありがとう。山の山さん、マシュマロありがとう。デカミちゃんさん、激アツハッシュタグ、マカロンさんで、うん、下書きを保存で、タンタンさん、マシュマロと飴ありがとう。ちょっと待ってね。お、コメントしてくれてる、うまいね。何枚インプレッションでどうしようかな。乃木坂さんでも明日はねちょっと決まってるんですがね、うーん、松浦ピンクさんが優勝されたのね。後で見てみよう、どんな方なんだろう、見てみよう松浦ピンクさんを。やっほー、めっちゃピンクだね。確かにジャケットがピンクやけ、だからピンクさんなのかね。逆か、ピンクさんだからジャケットをピンクにしてるんかね。まあいいわR1 グランプリをつけます。じゃあまあね、これはバズれの投稿ではないので、ハッシュタグ、ハッシュタグどこだ、あった、犬のいる生活犬は、ひーちゃんだ。わんこ、わんこ、ハッシュタグわんこかわいすぎるから、ハッシュタグわんこつけちゃおう。で STU48、 ハッシュタグ北沢、じゃあ確認を送ります。誰その方、うん、 X の確認、
お願いしますと。オッケー。でこれでマネージャーさんからいいよって言われたら載せようと思います。このマカロンめっちゃおもろいけね、見てほしい。オッケー、あ、オッケー。ということで今からじゃあマカロン大喜利を開催します。せーの、投稿できた、できたよ。空島で脱落したぜ。え、空島で脱落したの？空島、そう、空島、そう、日本語喋れなくて気まずい。空島か、やっほー。投稿 OK。マカロンさん。ハッシュタグワンコの可愛さやばい。ハッシュタグワンコやばいよね、普通に可愛いんだけど。マカロンの投稿きた？オッケー。じゃあみんなマカロンで大喜利してあげ、してあげて。マカロン来たでしょ。いちごマカロン、かわいいワンコやろ。うちのワンコやで。これはね、人の布団で勝手に寝るマカロン、枕を使って。かわいいでしょ、ワンコちゃん、ワンコちゃんって感じで。え、てかさ、 LINE で思い出したんだけど、友達に LINE 送ってもいいよ。ゴールデンウィークって何してるのって。ゴールデンウィーク何してる人間って送ります。ちなみに他の友達も、送っておきます。他の友達って言っても3人しかいないんですけどね。こんばんは。マカロン可愛いでしょ。やっさんハートありがとう。いいにしといた、ありがとう。可愛いでしょ、ワンコちゃん。うちのワンコやで。こんばんは。友から返事は返ってくるのか、一体一体全体どうなのかという感じで。でもね、こんばんは。福さん、マシュマロありがとう。 Thank you。 スモーカー推し？スモーカーも書きたいね。でもタバコを書くの難しそう。むずそうですね。あ、オッケー。カープさんも、マカロンの毛は集めたいよ。マカロンのこと大好き。てかマカロンに会いたすぎて無理かも。うちのマカロンさんです。ワンピース好きって知ってきた。え、あのさ、さっきコメントしてくださってた。私今ね、ワンピースのねやつの投稿のコメントはね、すべて読み上げるっていう大会を開催してて。あ、え、リオツンさん推しの方。ワンピース大好き。あ、トモから LINE が返ってきた。これは勧誘チャンス。5月9日で会ってたっけ。ちょっとこれ間違えたら普通に気まずいと思う。ちゃんと確認しよう。大喜利とコメントしたけど普通なコメント、あとでいいよ。デカミちゃんさん536万インプレッション、激バズり。5月6日ですね。普通に嘘つくのやめてください。自分6日とかとかとか。遊びに来たよ、やっほー。着地よ。おおおお、すごい情報量が多い。こんばんは。あぎれうまいかまん。あぎりってむずいよね。でも普通に こんばんは。お
友を勧誘しています。ただいま、あ、普通に遊ぶと思われて気まずい。でも気まずいよね。なんかお台場でライブ、野外ライブするんですけど勧誘してますって言おう。勧誘してます。今でもさ、5月6日のさ、お台場のフェスさ、フェスライブ終わった後さ、どうなんだろう、帰れるかね、山梨ワンちゃん。そう、配信中にイベントに来てくれる、本当に来てくれる、友達、かなりラブって置くとこ。よし、これで一人集客しました、北沢が友達を。普通にさ、もんやけど、好き、さすが私の友。でもこの友はそっちの方に住んどうけ、山梨よりもっと東京に近い方やき。ラブと送っておきます。こんばんは、やっほー。あ、よし、こういうことで、なんとうちのお友達を一人、勧誘に成功したということで、今 URL を送りつけたいと思います。ここからお願いしますってエースしか勝たん。いや、エースも好き。エースも描きたい。てか、ワンピース描きたい。定期的にワンピースを投稿する人間だろ。よいしょ。あ、違うよとか。みんなちゃんと大喜利してくれてて可愛い。みんな大喜利してくれてありがとう。でも本当にもう、なんかもう、私の友達っていうか、私のもう好きな人じゃん、私の友達って。だからもう本当に今すぐ、もう本当にもうなんかもう今すぐ、もうなんか楽しんでほしい、人生を楽しんでほしいから、このライブに来たら絶対に楽しんでくれるっていう気持ちはあるから、もう絶対来てほしいって感じ。しかもなんか広島とかはさ、遠い系さ、こういうとこで見に来てくれたら嬉しいし、友達の友達、そう、今それをね狙っている。これはどうやって共有したらいいの。あ、リンク共有する、送りつけます。課題は2階の理解で違う。それはもうちょっと来ちゃうしか。ハロー、キュートストロベリー、ストロベリー、おー、ハロー、キュートストロベリー、これです、これです、ここの2.5×3 ってやつです。ワンピース大好き。ワンピースも定期的に、でもワンピースってさ、やっぱキャラが多いけ、誕生日のさキャラが毎回あるけさ、そう、投稿しようかな、そのキャラの誕生日のために。フジテレビ、そう、フジテレビワンピースがあるからいいよね。5月の日か、8時半。結構遅いね。でもそっか、始まるのがそもそも遅いんか。でもほんまにもうね、いろんな事情あると思う。みんなにいろんな事情があると思うんだけど、本当にお台場、もう本当に来てほしい。もう、頑張る。坂井さん、マシュマロ、ユーティーさん、アメ、ありがとう。Thank you。これを送って、
気まずい。友達にさ URL 送ってさ 2.5×3 のやつだよって言ったけど、そもそも 2.5×3 のページを送ってたっていう気まずさはある。埼玉新都心で配る、配ろうかな。高井さん雨ありがとう。鬼滅、え、5月12日は決定なの？ちょっとこれスクショしよう。5月12日決定。え、酒井さん雨、 M さんハートありがとう。ひじさがりさんに響きって呼んで、え、いいな。でもいいもん、わしもまひなさんにいちごって呼んで笑ってるもん。えりーたんやりーちも関東名、え、そう、友達、え、友達呼ぼう、呼ぶよねって話したもん今日。え、キャパが知りたい。え、知っとうけどさ、言っちゃいけん気がするけ言えんのよな。ナオさんレンボースター、かんすけさん雨ありがとう、ハートも。きまず、うん、ああああ、間違い、もうちょっと今日日本語喋れない。え、もう優しい、もうほんまにさすが我の友達って感じやな。ひいきがはしゃいでる、いつもやん、ひいちゃんがはしゃいでるのは。よかった、ひいちゃん。でもね、ひいちゃんずっと練習しとったけ、初めてのフェスやし、先輩と一緒に出るのもねあんまりないから、すごいなんか安心って感じ。谷尾さんマシュマロありがとう、やっほー。お、100回目の訪問、あざー、楽しみピーポーなんですよ。え、ほんまにお台場のために行きよう。あは、みんなちゃんと大喜利してて可愛い。ひーちゃん最後、え、同部屋説、同部屋とかのシステムあるのいいね。ひーちゃんが帰ってきたらひーちゃんに話聞こう、やっほー。友達を誘っていく、え、しかも肉フェスもある。え、ちょ、あとで電話しよう、この配信終わったら。鬼滅ネタがトレンドワード、そうだったの、もう手遅れ交渉なんだけど。今なんかすごい、なんかすごいクロちゃんみたいな喋り方しちゃった。ひーちゃん、キスだ、次は長崎。私も山梨行きたいです。え、鬼滅はどこ、え、今いつ発表されたの、鬼滅がさ、そのやるよっていうの。もう遅いんかね。あの、あれか、今日イベントみたいなのがあったっけさ、そのイベントで発表されたってこと、鬼滅。楽しみ、鬼滅。鬼滅ね、リオさんと見に行こうって今日言ったんだけどね。どうしようか、みたいな。え、やばい、鬼滅だ、すごい。え、投稿したい、投稿したい。もう絶対投稿するんだから。ちょっと待って。あ、リポストじゃない、もう違う、引用ハッシュタグ、ハッシュタグ鬼滅、鬼滅のの刃、ハッシュタグ柱稽古編って合ってるよね。え、本当に楽しみなんだけど、どうしよう、柱稽古、あ、違うよって感じで、柱稽古編ハッシュタグ、え、10分前、それはタイムリー、もう何でも乗っかっていくってか、でも何でもではないよ、自分が好きだったりとか乗っかれそうなやつは乗っかるけどね。無限城、え、無限城も楽しみだね、確かに映画っぽい。今だ、今だ、投稿しろ。5月12日 ?5 月12日に決定。やばい、激アツ。楽しい。5月12日から日放送決定、放送決定、決定したの、楽しみすぎて。
今から全集中の呼吸しちゃおうかなみたいな。ちょっと何やったか。今から鱗滝さん今から推しのあのとこで修行しちゃおうかなーとか、よくわかんない投稿しようかなー。鬼滅の写真あるかな。鬼滅大好きだから、ごめんけど私鬼滅キッズなんだよね。まあみんな知ってる人は知ってるかもしれない。こんなしょうもない投稿をしたいと思います。マネージャーさんもびっくりですよ、こんな確認されて。はにゃみたいな。お疲れ様です、 X 確認お願いします。 OK、 フォローありがとう。あば、もう40分過ぎとった。まあでも40分過ぎてるのはでもあれだっけね。こんばんは、こんばんは。お、はじめまして、T48の北沢です。フォローありがとう。よし、投稿します。せーの、はい。激アツなんだけど、ほんまに楽しみ。今、いや、もう早くもう録画したいけど、思ったけど録画できるわけなくておもろい早すぎる。こんばんは。しょうもない、よくわけのわからない投稿して、放送決定したんだって、5月12日。ミヤティさん、マシュマロありがとう。楽しみピーポーなんですけど、もうやばいです。普通に楽しみ人間って感じで。あ、もう違う、もういいや楽しみなんだがや。君は今僕の太陽。柱は誰が好きかな。でも選べって言われたら、エンズ。柱でしょ。柱。いや、でもね、でも俺の責務を全うするさんも好きだし姫島行明さんとかも結構好きですけど、でも宇髄天元さんかな。でもね、胡蝶さんも好き、忍さん、富岡義勇さんが好き。楽しみピーポーなの私は。やばいやばい、激アツ。嬉しい。あとで配信終わったら友達に電話するわ。みんな、ちょっと待ってね。20分くらい。ハラさん、マシュマロと雨のハートありがとう。ということで、ソロぼち終わろう。ナナさんの義勇さんが好き。そうだよ、宇髄天元さんは結構好き。ということでどんな終わり方って感じなんだけど、今日の配信は終わります。ランキング読むね。15位が坂井さん、14位がイッチーさん、13位がのちまこさん、12位が高松愛鳥園さん、11位がみきみきさん、10位が松さん、9位がゆきぴっさん、8位がきよしさん、7位がゆきひらさん6位がなおさん、5位がナルカリさん、4位がキッターさん、3位が1号さん、2位がレディースガーさん、1位がリキーヌさん。ありがとうございます。ちょっと急の展開って感じなんだけど、
てか今日の服これ着てたらね、クルさんに牡蠣だって言われた。違います。ありがとう。突如として終わる。あ、マシュマロありがとう。ということで突如として終わりを告げるんですけど、なので今は僕の太陽公演も、15日の僕の太陽公演もまだ購入できるのでぜひお願いしますって感じなのと、ボイブロさんマシュマロありがとう、すごくカキって言われたのと、お台場の 2.5×3 のライブもう本当にもう絶対に来てほしい。もうなんか本当にいろんな事情があるの分かるけど、もうほんまに来てほしいって感じです。ゼロ旅さんマシュマロありがとう。で3月31日はみちゅさんの卒業コンサートのがありますので、そちらもお願いします。ポクレンポサナーさん、雨じゃないハートありがとう。あ、なんかあるかね。あとは特にないです。あ、X のね拡散1億人バズりのついた投稿お願いしますって感じです。ということで今日も配信見てくれてありがとう。また明日も配信します。おやすみ、バイバイ、ありがとう。おやすみ、おやすみ、ありがとう、バイバイ。あとなんかあるかな、待ってちょっと考えていい、一回考えていい。あ、幕張のお話し会の時にトークイベントがあるので、それは入場無料なので来てほしいなっていうのがあります。あと優待離脱もね披露するのでぜひって感じです。ブログはねちょっと、まあブログもこの前更新されたんでよかったら見てください。ぴょんぴょん結婚してありがとう、契約違反しませんということで、そんな感じかな。いろいろとあっていろいろと頑張ってるのでよかったらよろしくお願いします。バイバイ、おやすみ、ありがとう。また明日、また明日も配信しますのでバイバイ、バイバイ、おやすみ、 Thank you、 おやすみバイバイ。